はい、皆さんどうもこんにちは。こんばんは、ソーカラでございます。ってことで、今回はこちらの IW を早速遊んでいきましょう。そして今回使っていく武器なんですけど、こちら、タイプ2ということで、アサルトライフルとね、デュアルの、武器になるっていうことで、こんな感じですね。でも、デュアルの方は僕あんまり使わないんで、基本的にね、8割、9割、こっちのアサルトライフルモードで使っていきたいと思います。こちら、レート割と早めで、まあ、威力多少は低いかなっていう感じでございますけどね、中距離遠距離に結構、こうね、安定性があるんですよ。ってことで、最近お気に入りとなっております。ってことで、頑張っていきましょう。こっちから1、2枚来ると思うんですけど、絶対どっかにいるはず。あれ？珍しい。あ、なるほど。なるほどね。どっちから？いた、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 いた。はい！まずワンカット、1キル。そしてからのこっちから来ているやつを、ナイスカット、いいですね。かましていきますぜ。んでもって、そして、あ、これ右行ったとこやな。右行ったとこ女。おっと、嫌だ。燃えてるね。いいね。この寒い季節にね、燃え盛っていると非常に暖かいでございますけど、敵はどうから来るかな。いやー、後ろからも来そうだな。そうだよな。そこ来るよな。そこ来るよな。うん、かましきれない。そしてね、そっちも来る。こっちも来るんですよ、こっち。こっちもゆっくり覗き込みからの、もう一枚いるね。もう一枚いるけど、あれは無理しちゃいかん。そして登って、ここちょっとね、いやらしく待っていると、味方が突っ込んでって、そこでね、おとりになってくれている。そして奥原、ナイス味方、いいね。いいよ。あ、ちょっと孤立した。孤立した。そしてからの、こうやってタイプのアサルトライフルモードでしっかりぶつけていって、で、こっちも来ているから、ここもかましていく。そして、UAV をオンラインさせて、リロードかまして、そこに来ている敵敵敵敵敵敵かますオッケー危ないちょっと角で避難避難避難。まずい。これはバルチャーまで出していきたい。あと100点切ってるからね。バルチャーまで出していきたいんですけど、味方ちょっと頼っていこう。どうしよっかね。ここの立ち回り重要だな。まだまだ突っ込める感じ。じゃあ行きましょうか。ゴーストとかがいないことを祈りつつ、うわ、やらかすんだよな、これ。マンモス、ガンミ、これ、これ、これ。マンモス、ガンミには勝てないってことで、仕方なくね、ケアパッケージ出していきましょう。敵が近くにいるんじゃないか。大丈夫か？大丈夫か？かましていく、かましていく、かましていく、ラッキー。いいね。おっと、味方か。危ない、危ない。さあ、来るか。これを取りに来るやつおるのか。カウンター UAV か。よし、出していきましょう。そして、ここからピョーンって飛んでいくと、いないね、誰も。いいね、誰もいないね。OK だね、OK だね。そして、こっからもう、来るやつはいない。大丈夫？さあ、かましていく。よし、オッケー。さあ、タイプ、なかなかの安定性を誇っている。そして、からのデュアルを久々にちょっと使いつつ、いないね、近距離。そして、アソルトライフに切り替えて、んでもってどうやっていこうかな。おっと、味方ナイス。いいよ。そして、からのこっち来るやつをかましていきたいけれど、味方に任せましょう。あれ、ちょっとね、ダメージ与えただけっていうことで、ナイス、味方。いいよ。そして、ここに、いる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 。オッケー。さあさあ、またバルチャーを出す。チャン、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 チャンス。チャンスですよ。ということで、あと130ポイントね。しっかりと、ふいーんとここ入っていくと、そして、こっちから覗いくと、いるんですよね。しっかりとバルチャー出していきましょう。オッケー。そして、弾が微妙にやばい。弾がもうないね。まあまあまあ、オッケー。ちょっといいとこでいい。いいとこドリップからの、そしてからの、こっから来るんじゃないか、覗き込んでくるんじゃないかと思うんですけど、ここで黒を召喚していく。黒を召喚して、しっかりと、こんにちはっと。いないね。じゃあ、ここで、黒をダブルキルかまして、いいよいいよ。そして、バルチャーを何周目かわからんけど、ちょっと出していきたいな、これ。さあさあさあ、こっちから来る。こっちから来る。こっちから来るやつかまして、バルチャー2周目出していく。オーケー。そしてからの、こっちから来るやつを、かましていく、かまして、うわ、めっちゃいる。いけ、バルチャー、バルチャー、チャンス、チャンス、チャンス。お前、働け、働け。オフラインやないか、やられとるやないか、お前。いいよ、大丈夫だよ。でも、バルチャーもう一匹おるから。あ、いいね、バルチャーもう一匹いるんだよ。あ、ごめん、ちゃ、ポチッとな。よし、オッケー。さあ、これ絶対取りに来るやろ。さっき撃ってまったからな。こっちか？こっちから顔出してくる？いいね、バルチャー、ナイス。オッケー、かましていく。さあ、おとりに使ってね。箱をおとりに使って、調子こいてるとね、取られてまうからな。ちょっと待てよ。取りに行ける状況じゃねえんだよ。そしてかましていく。いいよ。ショックセントリー21ってことでこれをゲットして。よし、オッケー。どう行こうかね。どこ行きましょうかね。ということで、セントリー、あ、敵のセントリー21ある？あー、クローパイセンをナイス味方、とがめていく。そして、デュアルに持ち替えの、デュアルでもうしっかりかましていく。こうやって近距離。そして、リローディングはオッケーかな？お、バルチャー？バルチャー頼む。マンモスピックには遠距離、中距離、もう両方ダメやな。負けるな、あれ。さあさあさあ、どう行きましょうかね。さあさあ、このショックセントリーを、オッケー置いて、さあ、食らいやがれ、ショックセントリー。いいよ、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 いい感じですよ。そして、デュアルを持ちながら、ててくだったったーと、おー、ショックセントリー、そこにもあるの。さあさあさあ、どう行きましょうかね。そうそうそう、こっちに入っていくと敵がいる。さあ、かましていく。オッケー。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、焦るな。オッケー、アサルトライフルモード。このモードが一番強い。ブルチャージー、ブルチャージ、おー、今のうまい、今のめっちゃうまい。ブルチャージのかわし方めっちゃうまいよ、今の。さあ、こんにちはっと。そして、おるぞ敵、おるぞ。
大丈夫か、味方大丈夫じゃねえな。よし、いいとこ取り。そしてからの敵がまだまだ入ってくる。 UFO オンラインさせて、ここから入ってくるやつをしっかりかましていきたいけれど、うん、後ろからも来そう。じゃあここに陣取って入ってくるよ。オッケー、こんにちは、もう一枚来るよ、こんにちはと。バルチャー3回目を出して、ここでかましていく、打ち勝っていくんですね。そして R3K かな、これ R3K、 何が R3K だよね。かましていく、オッケー、3点バースト銃。そしてバルチャーパイセンも出しつつの、こっちからも敵が来る。そしてここから覗いている、いるかましていく。そしてクローパイセンを出して、うまい今の。そしてどっからどう行こうかな。そしてこっから来るやつ、バルチャー行け、バルチャー行け、ナイスカットからの、こんな感じでかましつつ連続キル繋がっている、いい感じ。いや、どこにいる、オッケー、危ない、クローパイセン。そしてちょ待てよ、 R3K まずい、ちょ待て、オッケー、タイプゲット、いいね。そしてタイプの方がいい。んー、じゃあどうしようかな、ちょっと割と混乱気味。そしてまたバルチャー4周目じゃない、これバルチャー祭りマジでやべえな、こんなにバルチャー出したのは初めてっていうことで、しっかりここからファインということでね。そしてアキンボにして、かましていく、いいよ、ナイス、かましていきたい、あった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 、あう、いいねバルチャーちょっと自分でもね、こんだけバルチャー出したの初めてやもんで、焦り気味なところっていうかね、ちょっと頭の中が整理しきれていない。一応サブでね、またタイプもらっていこうか。タイプ祭りやしな、タイプやっぱ強いからな。大丈夫か味方、こういうねごっちゃごちゃしたところは無理して突っ込まん方がいいからな。んでもって、そこに、お、ナイス。さ、今回どうなんだ、成績的に。いいんじゃない、かなりいいんじゃない、すごいなんか連続キルつながったからね、珍しいね。いやー、録画してる時にこんだけいい感じのプレイできたのは珍しいよ、本当に。よかった。ということでね、今回ラスキルはクロー、パイセンということで、はい、見事ね、1位に輝けたで、輝けたわけでございますけど、成績こんな感じです。成績は、せーの、なんか飛んでるし、ドン。はい、40キル5です。キルレノが8っていうことで、アシストが2ですね。はぁ、よかったー。バルチャー最高。そしてね、タイプ、むちゃくちゃ使いやすいんですよね。個人的に。ほんとね、近距離の時はね、至近距離の時はデュアリに持ち替えのね、それ以外でもね、アサルトライフルだったら、なんとか近距離でも中距離でも遠距離でもなんとかなる武器やなと思います。威力がちょっと低いかなと思うんですけど、とてもおすすめな武器なのでね、一応使ってみてはいかがでしょうか。アンロックも22レベルと早いもんでね、すごく、ね、使いやすくて、お手軽な武器です。はい。ってことで、以上お会いした。おかおつまたね。バイバイ。ショットガン使いか分かんねえけど、そしてカラーのこっちにもいるやつをかましていきたい。よし、オッケー、ゲーム、はやっ、いいやつ、みんなどこなんですか。おっぱい、出たおっぱいさん、会社決めましたよ。おっぱい、入れさえい、よし、もうワンカット、オッケー、おっしゃ、テイト、お、いいね、よっしゃ、よっしゃ、ってことで、これどうなるんだろうな、このマップのエルストライク、ちょっと地味にいるよ。さあ、エルストライク、お、嘘、いるんですよね、ここに。さあ、かましていく、おっと、と、近づくもんじゃない、あれは。まずい、火災です。よっしゃー、いけ、イエーイ、やった、馬で5キルぐらいした。あ、心が潤う。大丈夫です。